はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、はい、先日ですね、静岡に行った時にですね、静岡の駅ビルにあるですね、ポポンデッドで購入してきたものですね。うん、何かわかりますでしょうか。 19D 型式コンテナ収納ボックスというやつでございますね。うん、イベント限定販売ということで、なかなかね手に入らない収納ボックスを買ってきました。うん、しかもですね、この 19D 型式コンテナっていうのが、これちょっと読み方合ってるのかわかんないけど、うん、これね、これ JR の貨物車でよく使われてるあのコンテナ、うん、あのタイプの収納ボックスなんですね。うん、すごいでかくてね、ちょっとないかわかんないから早速ちょっと組み立ててみましょう。はい、はい、ねなんかこんな感じですね。あ、もうこうやって広げるだけ。うわ、この横側をちゃんとはめなきゃいけないみたいな。よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、はい、これで OK。 はい、ということで完成しました。こちらが 19D 型式のコンテナの収納ボックスだね。うん、すごいすごいね。とてもでかい。でかいでかい。本当にでかい。ね、ここにちゃんと JR 貨物って書いてあるでしょ。うん。ここにですね、環境に優しい鉄道貨物輸送というふうにですね、ロゴがありますね。うん、これがついてるだけで500円ぐらい高かった。すごっ。これがついてないやつは5500円ぐらいだったんだけど、これついてるやつは6000円で売っておりました。6000。ちょっと高いけど、収納ボックスとしてはすごくね、すごい、いいんじゃないの？うん、いいと思う。ちなみに上こんな感じになってまして、ここにロック機構があります。これをそうするとロックで、これこうするとロックだね。うん、それでこれを前に出すとロック解除。それで開けてみてくれる。あ、そうそう、そんな感じで割と大容量だね、これね。うん、N ゲージブック型車両ケース、それが13から14個入りますということですね。すごい。だから N ゲージを、まあ、持ってないけど、うちはね、うん、14個ぐらいダーッとこんな感じにいられるわけで、あの箱ごとね、箱ごと。だからプラレールとかもこれだったら結構入る。うん、まあ、プラレールだけじゃなくても、最近うちはね、あのレゴとかが大量にあるので、うん、それをこの中にしまいたい。うん、ちなみにこちらの製品はですね、 JR 貨物の承認済みだそうです。うん、だからオフィシャルなちゃんとした収納ボックスでございますね。うん、でかいでかいでかいし、すごいね。うん、下はこのような感じになってますね。うん、あのボック入ってないね。大事だ。すごいザラザラしてるから、あの滑りにくいんじゃないかな。そうだね。うん、でも本当にこれそうだ、すごい、こう重いから、こうやってさ、運動するのにもいいよ。いや、持てないんじゃないですか。なんでなんで、痛い痛い、危ないね、危ない。はい、ということで今回は 19D 型式コンテナ収納ボックスでした。はい、ということで、ちょっとね、ポポンデッタで買ってきた限定品を紹介しましたね。うん、はい、今回の動画がいいなと思った方はですね、ぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、はい、そしてですね、チャンネル登録をしていただくと、YouTube のね、あのチャンネル登録の一覧にマイチャンネル出てきますので、うん、新しい動画見やすくなりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、あとできればコメントも欲しいね。そうだね、コメントいただけると大変嬉しいです。はい、最近返せてないけどごめんなさい。そうだね、返せにします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。